はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。さてですね、前走見事に秋の天皇賞を取ることができました。今回はどうしましょうか。有馬記念かな。秋の天皇賞じゃないわ。WBC 惜しくも僅差の2着でした。というわけで、距離適正が1600は2600なんで、ちょっと天皇賞春は長いとなると、やはり中距離の中距離の芝レースとなると安田記念あたりかな。安田か宝塚なんですが、宝塚だとちょっと間が空きすぎる。安田記念に行ってみたいと思います。おっと、これキロだとこれがベスト体重なのか。今はニシオフラワー、シスター東証、ヤマニーゼファーがすごいメンバーですね。柴田正人がジョッキー、お、騎乗馬がない。武豊、土肥幸弘とか懐かしいですね。クマちゃんもいいんだけどな。吉富は山にゼファーに乗ってんのか。父親に続いて横乗りでもいいんだけど、しょ、エビナに行こう。そうか、辛いね。吉富先生乗ってくれないんだ。ちょっと冷たいな。虹ですよね。調子はなかなか良くならない。おっと、700超えましたね。というわけで、この後、別の動画で、ガチャを引きたいと思います。なおですね、今のガチャは、牧場を復刻ガチャか。まあ、デイリーガチャ引こう、今回は。お？まさか？なわけないよな。スターバレリーナです。懐かしい。緑巻き場を復刻ガチャ。パートナーだけか。
緑巻き馬王が 7% なんですよね。ただし、この緑巻き馬王は、パートナー調教しかできない。ちょっと辛いですよね。他が4の35なんで、引こうと思ったけどやめた。ちょっと今、効率がそんなに良くない。SH デラックスガチャを引こう。無理ですね。銀の飛品丸像でした。調子ですよね、心配なのは。もっとパートナー調教、これ調子回復でいきましょう。まあ問題は馬体重ですけど、ここで成長促進を使うんです。あと何週かな？あと1週だ。人参か。調子はいいですね。これで、調子が文句なしなんで、人参の馬体重はベスト、かつ調子も問題なしとなりました。安田記念行ってみたいと思います。まだ引っ張るなぁ、緑巻き馬王を。1.2 倍。ついに行きましたね。圧倒的な一番人気。新興ラブリー、西尾フラワー、ムービースター、AP ジェットか。ヤマニンゼファーが結構人気がないなぁ。新興ラブリーか。新興ラブリー怖いんで10枚買っとこう。で、ヤマニンゼファーも10枚。他に丸があるはムービースターと AP ジェットか。どうかなぁ。ムービースター来てもおかしくないんですけどね。片売りウネと同じく後岡行く馬で、で、結構前に行く馬が少ないんですよね。だからヤマニンゼファーあたりはすごく、チャンスかもしれない。新興ラブリーとか。このあたりのペースになるような気はするんです。なんで前残りですね。スタート。
西尾フラワーか、いや、イクロディクタスか、なんとびっくり。それを西尾フラワーが前に出ますね。逃げるか。最高ですね、今。意外と縦長。ペースはどうだ？いやー、遅い。めちゃくちゃ遅い。スローだ。前に行く馬が少ないんで、直線が長いのに、救いを求めるしかないかな。だんだん伸びてきてはいる。伸びてきた。さあ、誰だ？進行ラブリーだ。でも完全に抜かそうとしてる。ヤマニーゼファーも来てる。なんとか勝ちましたね。ヤマニーゼファーと連れて上がってきまして。最後は山のゼファーを抑えて勝利です。厩舎レベルつい60に達しました。意外と副賞はつかなかった。地層は宝塚って言われるでしょうね。確かにわかります。宝塚出したいですけどね。あ、でも調子悪いな。てか重っ。お、メロンだ。ということで放牧というわけで WBC ですね。次はより成長してる可能性は高いんで WBC に出して、賞金を稼いでいきたいと思います。内容が良ければメダル1000枚投入して WBC 挑戦し続けるのももういいかもしれないですね。成長促進剤、馬風石、ショートケーキ、銀の、なんだこれ、馬、里小僧。いろいろもらいました。これで709枚か、すごいな。ちなみに新潟競馬場はジャスターウェイとハープスターがもらえるんか。ジャスターウェイは魅力あるな。スマートフォーファルコン、テーモーシャン持ってますからね。効果が期待できる。お、フレンドの申請来てるかな。ありがとうございます、梅さん。今後ともよろしくお願いします。プレイヤー ID こちらになります。よろしければ申請いただければ嬉しいです。まだ枠が20残ってますので、歓迎いたします。なるほど、1年以上前からやってる人もいるんか。ちょっと整理しようかと思います。はい、ひとまずですね、はい、見事に勝利することができました。次はまた WBC に挑戦したいと思います。ちょっとだんだんと夢が広がっていきそうですね。はい、スターホースポケットの動画をお届けいたしました。またですね、いつも通り高評価ですね、関連動画など、見ていただければ嬉しく思います。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。